マルコム・アンダーソンは、オーストラリア・クイーンズランド州、セオドア出身の男子テニス選手。愛称の、マル・アンダーソンで呼ばれることも多い。1957年の全米選手権、男子シングルス優勝者になった後、1959年に、プロテニス選手に転校した。その後、1968年に始まったテニス界の、オープン化措置で4大大会に復帰し、 1973年の全豪オープン男子ダブルス優勝者になり、オープン化時代の全豪をまたいで活動した。アンダーソンの故郷は、クイーンズランド州内の広大な田舎地域にある。下記参考文献のうち、バドコリンズの百科事典の説明によれば、牛やカンガルー、笑い川カワセミの生息地で、自宅には、手作りのテニスコートとアリーの寝床があったという。 そんな育ちであったことから、彼には後に、田舎者、カウボーイなどのニックネームがついた。身長185センチメートルほどの長身選手で、ほっそりした、線路のように細い体格の持ち主と呼ばれた。彼は、ロイ・エマーソンの姉妹と結婚したことから、エマーソンと義理の兄弟関係になった。アンダーソンは8歳からテニスを始めたが、 真剣に練習するようになったのは16歳以後であった。22歳になった1957年、アンダーソンに最初のハイライトが訪れる。3度目の出場だった1957年、全米選手権で、彼はノーシードから勝ち上がり、4回戦で、ディック・サビット、準々決勝で、ルイス・アヤラ、準決勝で、スベン・デビッドソンを破って決勝に勝ち上がった。 決勝戦では同じオーストラリアのアシュレイ・クーパーを10から8、7から5、6から4のストレートで破る。こうしてマルコム・アンダーソンは全米選手権の歴史を通じて史上初めてノーシードから男子シングルスを制した選手になった。2000年に国際テニス伝道入りを果たしている。ありがとうございます。